できるのかなできてますかえー、っと、待ってくださいよ。いつもこれで。あ、できてる。でも、これで、えー、編集して、えー、友達しか見ないんで、公開にして、えー、完了で保存。はい。えー、っとですね、あのー、 さあ、えー、Facebook ライブも始まりました。えー、それではですね、あのー、Zoom うセミナーをですね、えー、ストリーム中です。参加を続行すると、ライブストリーム。こレでいか。<laughs> はい。<laughs> はい。 えーと今ですね、えー、ライブをやります、えー。実はね、あのー、4月の14日に、さぬき市倫理法人会でモーニングセミナーをすることになりました。えー、それで今、原稿を作って、えー、一応原稿出来上がったんだけれども、えー、時間が40分ということでですね、果たして40分間、えー、それができるかどうかですね。 えー、それをちょっと、あのー、まあ、練習ということで、えーフェ、もう真夜中ですから、まあ、ほとんど誰も見てないだろうということで、練習のがてらですね、Facebook ライブで、えー、実際、あのー、初めての、まあ、練習なんでね、えー、やってみます。うまくいけるかどうか分かりませんけれども、お願いします。それでは画面の共有をさせていただきます。んっと、待ってくださいよ。はい。 えー、画面の共有をしました。あ、これ間違ってるわ。ごめんなさい。もう一遍やります。えー、っと、もう一遍画面の共有。うんと、画面の共有をします。で、これか。あ、できましたね。どうでしょう。これできたかな。はい。えー、はい。はい。えー、それでは、えー、今からですね、えー、始めたいと思います。 今が1時18分ですから約40分なんで2時まで今日はやりたいと思いますが果たしてそれがうまくできるかどうかですねよろしくお願いします人生は神の演劇あなたも自ら主役の舞台に上がろうというタイトルでございます朝早くからよろしくお願いしますそれではですね自己紹介の方から申し上げます 私は、あの、高松南倫理法人会からやってまいりました。倫理歴は約14年間ございます。えー、それで、まあ、ああの、14年経ってもですね、なかなか倫理のことがわからないんですけれども、えー、まあそんなことでね、えー、今日も、あの、失敗ばっかりの連続の、お話を赤裸々に話しながら、えー、進めたいと思います。はい。 えー、高松南から来た、えー、宇川チョブスというふうに、えー、今日は言ってください。というのがですね、えー、この携帯電話1本でですね、えー、今日はやってみようと思ってますので、よろしくお願いします。それでは、えー、動画をまず見ていただいたらと思っております。ははい、はいい動画いきままますね私は日本でで一番小さな県県香川県で生まれました 兼業農家で父親は電車の運転手母親は農作業と内職で生計を立て4人家族でつつましやかに暮らしていました大学を卒業後地元の商社に入社し人材派遣会社の立ち上げを1人で任されました毎日夜の12時に帰り朝の8時前に出勤する過酷な仕事でしたが がむしゃらに働き続けましたその後バブルがはじけ親会社の商社は会社整理になり運よく派遣会社の株を買い取ることができ社長になりました社長に就任後法律改正で人材派遣ブームが到来おかげで売り上げは伸び高級時計や高級車を購入したり飲みに行く回数も増えたりしました 心がうまい話は長続きせず信頼していた人に裏切られ人間不信に陥りついには自律神経失調症になってしまいました人生のどん底に陥ち嘘偽りに疲れしばらくは何もする気が起きませんでしたですがそんなある日本物を世間に広めることをテーマにした本物研究所と出会いました 私が心から求めていた本物がそこにはありましたすぐに代理店になりロハス村を立ち上げましたお金をもっと稼ぎたい派手に遊びたいいい車に乗りたいだけの欲望の先にはむなしさしか残らないと私は考えていますロハス村を通じて より多くの人の笑顔を増やし本物の幸せを共に作っていきたいと私は思っていますはいご清聴ありがとうございました。 まあそんな形でですね、えー、私はあの今現在の本物研究所の代理店を今現在させていただいております。で僕の人生はですね、まあ、今の,あの動画にもありましたような形で、ついつい調子に乗ってですね、えー、失敗ばっかりの連続でございました。それでえ気がつけば還暦ということでえありますけれども、もう60歳。えー、まああのでもね、 こういった、あのー、しくじりっていうことがね、えー、失敗ということが本当に宝物になったように思います。まあ、そんな形で、羽川秀樹のしくじり先生という、こんな感じでですね、えー、やりたいと思っております。えー、早速なんですがあの、中学校、この辺りからですね、えー、僕の人生が始まったように思うんですけれどもね、えー、どんなことかというと、えー、中学校3年の時に不良に脅かされてですね、えー、クラスメートの前で、 だ土下座っていうもうこれが本当にですね、えー、人生最大のですね、今現在、あのーまああのー、と言ってもいいぐらいのですね、えー、屈辱でございました。まあ、あのー、それでね、えー、二度とやるまいって、もう,もう、あのー、本当に悔しかったんですよ。で、高校にね、えー、入学して、二度とはこんな土下座なんか絶対やらないぞということで、えー、ボクシングを始めました。 あの、納屋でねえ、パンチングボールを釣って、そしてえ実際にあのグローブも買ってね、毎日毎日、えー、トレーニングをしました。そしてね、えー、いよいよですね、あのー、<laughs> あの、その成果をね、えー、問われるというような時が来たんですよ。僕は高松商業というところにあのあの入学したんですけどね、えー、その高松商業で、なんとですね、 えーまあ、やっぱり悪い連中、僕なんか田舎者ですから、えー、あんまりそういうのなかったんですけれどもね、あのー、もう悪いやつがいっぱいいたんですよね。まあ、そんなことでね、えー、私、あのー、ま、ああの不良に絡まれました。で、えー、廊下で喧嘩ということになりました。でね、えー、やっぱりね、備えあれば憂いなしっていう、うん、そういうようなことでね、 えー、備えとったわけですよね。ボクシングのね。うん。するとね、本当にですね、負けなかったんですよ。もうね、あの不良と1対1で喧嘩すると、負けない、えー。こういうことをね、私知りましたね。えー、ですから、それ以降ですね、二度とちょっかいを出すことはなくなりました。まあ、これから教訓としましてはね、えー、トレーニングは嘘つかないよということね、えー、それってやってみると、大したことないんだという。 必要なのは勇気だけなんだっていうような、そんなふうにね、えー、思いました。そしてね、えー、これね、案外ね、これ、私の人生、えー、ひもいてみますとね、あのー、万人幸福のしおり、これね、万人幸福のしおりのね、なんと、運命は自ら招き、境遇は自ら作るという三条じゃないんかなっていうふうに思ったわけですよね。はい。まあ、こんな形でですね、 えー、一応、あのー、皆さんの方に、えー、お話をしていきます。それからね、えー、ああ、これ、ど、あ、ちょっと、土下座。まあ、二度と。あ、そっか。これちょっと消しますね。あれ ああ,ああ、そうかそうか、ごめんなさい、ごめんなさい、もう僕がちょっとあのミスしてました。はい、はいえー、それからですね、えー、今度はね、二十歳の頃大学生の頃ですね、えー、女性と、まあ、お付き合いをしようか、するまいかっていうような、そんな時になりました。で、私はね、えー、あのお友達と話してて、えー、女性は努力をすれば振り向いてくれると信じてたんですよ。 でね、女性を振り向いてもらうためにどうしたらいいんだっていうことで、えー、まあ、アホな連中が集まりましてね、えー、まあ、あの女性、女性と付き合ったことがないような連中ばっかりなんですよね。ですから、あの、それじゃあね、男を磨くためにね、あの、高知まで歩いたらどうなんだということで、えー、実際にね、えー、高知まで、えー、歩くことになりました。で、ねえー、5日間かけてノズイクをしながら歩いたわけなんですよね。えー、するとね、 あのー、これ自分がもうまさしくね、えー、実際に、えー、大きくなった、もう人間、えー、男になったぞというような、そんな気持ちでね、えー、香川県に帰ってきましたけれどもね、えー、努力の変えなくね、えー、振られてしまいました。だからやっぱりね、そんなことで、あのー、まあ、実際はですね、あ、これちょっと、本当、ちょっと太くしてますね。はい。 えーまあ、そんなことでね、剣道部のやつと彼女は付き合うことになりました。まあ、結局ね、えーまあ、女性は修行では、ね、振り向いてくれないんだというようなことが分かりましたよね。これも太くね、ちょっとしておきますね。はいえーまあ、そんなことでね、えー、実際に私、教訓になりました。はい <laughs>、まああのーまあ、実際、恋は実りませんでしたが、 気づくとすぐするということにつきましてはね、日常の実践倫理がここで発揮しとったんだなというふうに思います。だからもう、あの、コーチに行くって言ったら、もう決めたら翌日行きましたからね。ですから、今日は最良の一日、今は無二の後期なんだっていう、これはね、今でもね、あの、実際に、えー、ありました。それで続きま、続きましてね、えー、こちらでございますけれども、あのー、修行あの、就職もね、 え就,就職活動も修行だっていうふうに思ったわけですよ。なんかね、もう私、修行、修行層なんか分かりませんけどね、前世はね、えー、修行だっていうことをよく考えるんですよね。だから、あのー、じゃあもう、結局ね、えー、就職するにあたって人間味がかなんでいかんなというふうに、またこれね、下宿のやつらと話してたら、じゃあ福井県出身のやつがね、えー、うちの方に永平寺っていうね、 えー、そういったところで1週間あの、修行させてくれるところがあるぞということで、えー、1週間3000っていうところに行ってきたんですね。えー、それこそ身も心も引き締め、就職活動をしたわけなんですけれども、どんなとこかというとね、えー、こんなに行く深いところだったんですよ。2月のね、本当に福井県って雪がめちゃめちゃ降ってたんですよね。ですからもう、あのー、こういった、あのー、もう、腰ぐらいにね、 えー、この下の下も雪なんですけど、もう雪の下に雪があるというような、そんなとこですよね。そしてもう本当に真冬の寒い中、えー、こちら、えーねあのー、実際、半画開けて、実際、座禅を組んでね、えー、これを半日ぐらいずっと続くわけですね。えー、もう実際、私、あの地のションベが出ました。もう半、3日経って、ですね、えー、友達に電話して、もうちょっと迎えに来てくれと。 いうようなことでね、値を上げたわけなんですけども、友達がやらなんだあかんやろっていうことで、えー、やりました。まあそんなことで1週間経ったらですね、なんとこれあの、5キロ減ということで、本当に体重がですね、もう減ってしまったんですよ。まあそんなことでね、えー、まさしくね、あのー、修行でした。まあそういった中で、まあ実 修行ですから、ま,まあの、本当に、あのー、何言うんですかね、まあ、就職に行く心構えはね、これでできたわけなんですけれども、はい。えー、それで今度はね、えー、夢をノートに書きました。まあ、このあたりね、よくね、最近の本では夢をノートに書こうってあるんですけれども、これ、昔からありましてね、えー、夢をノートに書いたわけなんですね。 えー、私は、まあ、これがノート、もう、あのー、約30年以上前のノートになるんですけれども、私は政治広告社に入社するという、でラジオ放送で、えー、香川に参加とかですね、瀬戸大橋でね、えーまあ、あの四国を PR するとかね、えー、長渕剛を呼ぶんだとかね、えー、そんなことを書いてますよね。要するに、伝える仕事で香川を盛り上げたいなというような、そんな気持ちがあったわけですよね。はい で努力の甲斐がありましてね、先行産業グループに出版部というところがあったんですけれども、えー、その出版部に入社をしました。はい、で夢と希望にね、えーまあ、向けてね、出版部あの入ったわけなんですけれども、実際はね、えー、出版ということではなくてあの、不動産の広告を作るというような、そんな仕事だったんですよね。 だからもうあの、全くね、思っとったんと違って、えー、なんじゃこりゃっていうような、そんな風に、えー、なってしまったんですけれども、そこにはね、えー、鬼軍曹がいました。もう社長、直々に、えー、まあ我々出版部のメンバーが6人ぐらい入ったんですけれども、えー、教えてくれるんですけれども、もう原稿書いても、パーンとね、えー、掘られたりね、ツ、え、ケ、ー、の下に捨てられたり。 えー、そのペラペラペラとあの広がったあの原稿をね、えー、また一枚一枚拾ったりね、えー、また2ヶ月、も、ま、う、あ、本当に、えー、灰皿が飛んできたりというような、本当に、えー、その社長ね、鬼軍曹だったんですよ。めっちゃ怖かったです。えー、でも結局ね、2ヶ月で辞表を出したんですよね。で、まあ、あのいろいろと親にも説得されたり、えー、またね、上司にも説得されて、えー、結局もう一度戻るということになるわけなんです。でね、 あのその応仁軍曹とは、その応仁軍曹が亡くなるまで、えー、人材派遣の会社の会長にもなりましたし、えー、もう私が最後の最後まで、えー、もうあの入院して、もうあの亡くなるまでですね、えー、お付き合いをさせていただきました。でね、えー、結局ね、2ヶ月辞表ね、そして、まあ、良い人、悪い人、人の出会いが未来を作る、だから良い人ばかりじゃなくて、悪い人。 本当に鬼軍曹と出会ってですね、えー、私の人生変わりました。まあ、あの時はむちゃくちゃ嫌だったんです。ただまあ、あのー、その出会いがあったからこそね、えー、今現在があるんだなというふうに思います。はい。でね、あのー、まあ、結局、2ヶ月で辞表を出して、もう一遍やりますって言ったもののね、えー、文章を書くのはめっちゃ苦手だったわけですよ。僕はもう、あの、今言ったように、 あの広告出版というのをやりたかったんですで。自分が文章を書くんじゃなくて、人に書いてもらったり、そういうことを考えとったもんですから、まさか自分が広告の,その,あの,、ね、あの文章を書くなんか思ってなかったんですけども、文章を書くという仕事になりまして、えー、後輩にも馬鹿にされてですね、1年半でまた,またしてももう辞めたくなったわけですよね。えー、それでもう辞めようかなと思ってたときにですね、 新たにあの子会社に人材派遣会社を設立するから誰かやらないかっていうふうになったわけなんですよ。でね、これはもう,もう,もう僕、出版もうやりやり、やりたくなかったんで、えー、私にやらせてくださいっていうように、えー、手を挙げましたそ、ねえー。そしたらもうダチョウ倶楽部じゃなくて、はーいって言うたら、あ、どうどうどう,どうって言って、誰もやらない、もう僕だけですから、もう一発で決まりましたね。えー、それでもう誰か上司がやっ くれるのかなと思ったら、1人で立ち上げっていうことで、えー、営業も1人、えー、もう立ち上げも1人、で、その当時ね、全く人材派遣会社っていうのが、えー、なかったもんですから、もう、あのー、すごく苦労しましたし、えー、あと、あのー、卒業論文を書くんでね、宮城の本屋行っても、本がないんですよ、人材派遣の本が。だから、あのー、実際に今のファスナーさんであったり、昔は、 えー、テンポラリーセンターとか、あねえー、またそのカオさんとか、マンパワー専攻さん、マンパワーさんとかね、そんなとこに、えー、手紙を書いて、ですねそして、あのー、卒業論文を書くんで、人材派遣の,あの仕組みを教えてくださいっていうような、まあ、30社ぐらいに出しましたよね。するとあ、大体15社ぐらい返ってきまして、それでパンフレットを作りました。はい、まあ、やらせてくださいっていう、ここが分岐点ですよね。 ですから、神は、人生は神の演劇、その主役は己自身だっていうのがあるんですけれども、これがまさしくですね、えー、17ですね、17条ですね。はい。もう、あのー、これがあったからこそね、私は、あのー、あら、ちょっと待ってくださいよ。あ、るか、ルーが、ちょっと。 はい。はい、えー。ごめんなさい。間違えました。えー、まあ、あのー、何を言おうと思ったあ、そうか。まあ、そんなことでね、本当にその、神の、 演劇のごとくね、ええー、いろんな苦難とか苦難を含むとかね、いろんなものがやってきますそれでね、自分が判断するんですよこれやるかやるまいかね自分が判断しながらここが僕の分岐点で人材発見をすることになったっていうこれは本当に神の演劇でその主役もう僕しかいないわけですから己自身であるっていうもう本当に、えー、これだったんですよね えーまあ、それから苦節3年、医師の上にも3年っていうのはあるじゃないですか。でも3年では全然終わりませんでした。もうその3倍の9年ぐらいかかりました。もう,もう本当に、あのー、きっと、もう最初に入ったのはもう本当に死んだ中毒の人間とかね、あとね、あのー、リーガルのかかとをね、革靴のかかとを踏むような人間とか。 えー、女子の事務員さんが入ったらね、歓迎会したらね、その手をベロベロベロっと舐めるやつとかね、えー、もう変なやつばっかりしか入りませんでした。でも、まあ、そういった、えー、苦労の中でもう、人が辞め、もう本当に、えー、すぐ雇えば妊娠とかね、もう,もうあの <laughs> 名刺を作ってるのに、えー、来,ないと来ないなと思ったら山田電機に行きますとかね、もうそんなことでした。まあ、そんな中にもね えー、まあ、兆しが出まして、バブル崩壊などでね、えー、人を雇わないという時代になりまして、えー、人材派遣が時代が来たわけなんですね。まあ、苦難、苦問、バトンをつないでですね、えー、本当にあの続けておれば、必ず夜明けが来るなっていうふうに思いました。はい、まあ、そんな中で、あのー、ちょっと安堵したんですけれども、えー、その後すぐにね、えー、阪神・淡路大震災。 えー、親会社の兵庫銀行が戦後初の倒産ということになったわけなんですよ。ねえー、もう本当にボロボロでした。でね、えー、先行産業、もう私あの、同期入社50人っていうのが、もう点でバラバラになりましてね、えー、先行産業もね、親会社の先行産業も、えー、もうあの会社整理ということになってしまったんですね。で、僕自身もね、もうそんな中にいたからね、 えー、兵庫県の友人いたんですけれども、もう助けるというか、声かけることさえもできないというような、もう自社を守るんで、精一杯だったですね。はいまあ、父さんは今でも、あ今までのつながりをね、すべてね、切ってしまいまして、ぶった切ってしまうんですよ。マジ倒産は怖いいなと思いましたでね、えーまあ、それからまあ次い、えー、きますけれども、魔法の書、軽視神書と出会うわけなんですね。 で、経営新書を教えてやるぞということで、やづやの社長が来ましてね、そして10人の、われわれ10人のメンバーに教えてくれて、夢は神に書くものだぞというように言ってくれたんですね。で、す、あの、あら、ちょっと間違った。んどうなっった。あ、ごめんなさい。それでね、やづ屋の社長が直接ね、 えー、あの当時、やつやはまだ34億円ぐらいだったんですけれども、社長の決意を変えたりね、えー、目標数値を変えたり、えー、売上原価利益とか、もうはっきりしなくちゃメだぞということで、えーね、行き先どこに行くんやと、東京に行くんか、九州に行くんかっていうような、でね、えー、乗り物なんで行くんや、歩いて行くんか、飛行機で行くんかで、ね、スタートからゴールまでの困難んんをね、どんなふうにして。 えー、広告していくんやっていう、それは戦略やでっていうような、そんなことを教えてくれたんですよね。でね、あのー、そういった中でね、あのー、経営指針書作成で業績がアップしてきました。実際ね、あの、指針書作りますとね、えー、まあ、あの、売買ゲームとまでは言いませんけれども、本当に30%か20%なんかのね、あのー、成長がやったわけなんですよね。そして我々ね、私はね、 じゃあ組織を作らないといかんじゃないかっていうようなことで当時10人ぐらいだったと思うんですけれどもあのピラミッド型の組織を作り始めたんですねでね、えーまあ、部長の下にまたヒラを置いてとかねで3人の部下が談判しに来ましたもう部長を取るか僕たちを取るか考えてくれっていうようなそんなふうなことをね言われたんですよねでねえー、で組織作りを重視した結果ね えー、3人はやめてしまいました。今から考えますとね、本当の見方を大事にしないと、う大事にしてください。でね、傾、え、聴、ー、してください。うん、これ大事ですね。はいはい。 まあそんなことでね、えー、いつの間にやら目標が売り上げになっていましたね。はい、でね、えっ、ー、と、まあ、売り上げ目標を達成するためにはね、えー、人柄よりもね、能力重視っていうような、そんなふうにも思ってきた,た,たわけですよね。 でね、えーまあ、創業当時はね、死んだ中毒とか、あのー、本当に、えー、大変だったんですけれども、うん、当時ね、えー、はあの、早稲田大学卒業とかね、そんな社員が、あのー、入ることになりましてね、まあ、成長してきたなというふうにも思ってしまいました。でもね、えー、気がつけばなぜか虚しいっていうようなことがあったんですよ。はい。それはね結局ね 周りが信用できる人がいなかったというようなそんな風になってたんですよね。うん。まあ、結局ね、あの今考えますにね、えー、よく倫理のあの勉強する場合に、えー、木のめあの木をね、えー、まあのやるじゃないですか。絵に描いてね。ね、あの枝葉とかね、葉っぱとかそのあたりはあのー。 よくねセミナーとかなんかで勉強するんだけれどもこの根っこの部分根っこを生やして深くやらなければ倒れてまうよっていうような、まあ、そんなことをねだから見えない世界いやまあ潜在意識ですね見える世界潜在意識なんですけれども僕はどっ,ちからどっちかというと、あのー、この見えるところを,、ね、を勉強していたように思います。 で今はね、やっぱり幸せ、幸せ経営は心が先なんだなということがわ、えー、かります。はい。やっぱり心を磨いていかないんだらね、なかなかね、あのー、やっぱり木の根っこを深くね、えー、広く生やしていくっていうのが大事なんですね。はい。まあ、そんなことでね、えー、自己肯定感が低い社長になってしまいました。はい。 まあどんどんですね、えー、見えばかりを気にするようになってしまいました。まあ、売り上げられない私は価値がないというような、自分の、えー、価値イコール売り上げとかね、そんなふうに、えー、ついつい思ってしまったわけなんですね。はい。まあ、それとかね、あとね、やっぱり、えー、親会社が倒産したという、まあ、倒産のね、えー、恐怖っていうのは、もう潜在意識までね、あのー もうに思いますもう表面上のことじゃなくて、うん、もうこ,こういうふうに、潜在意識と潜在意識っていうのがあるんですけれども、海の底に、ねえー、ある、あのーうん、こう深い、ね、闇ですよね。倒産の恐怖っていうのが。こういうものからね、私はなかなか抜け出せなかったんじゃないかなと思います。あとね、あのー、ブログ事件。 いいかこれはもうもうちょっと飛ばしますねはいまそんなことからねえー、いろんなあのー、ことがありましてえ私はあのプチうつまあ自律神経失調症になりました。 まあ、そのことで私は自律神経失調症になりました。でね、病院に行くと、抗不安剤をくれました。もう雅子さんと同じ病気ですねっていうようなことで、あのまあ、あのくれたわけなんですよね。はい。で、ある日、えー、川に落ち込んでね、えー、も,うもうその、そのスーツはボロボロ手首にも今、傷があるんですけども、その薬だと思うんですよ。もうこの抗不安剤、これは本当に怖いです。 まあ皆さんもしね、風邪薬とかなんかにも今、もう最近入っているようなんですけど、この抗不安剤っていうのはめちゃくちゃ、あのー、知らず知らずのうちにね、あのー、心、ま、病んできますんでね、あのそれはね、もう実際ちょっとおやめになった方がいいっていうような、えー、気がします。はい。あのー、うん。えっ、ー、とね、あまあ、いいか。うん。はい。 まあのーまあ、そんなことでね、私はもうそれ以来、抗不安症、抗不安剤を飲むのをやめましたで、ね。こんな話があります。人を殺すには刃物はいらぬ、心を殺せばいいっていう。ねえーまあ、自分が面接して採用した人に裏切られてね、そしてね、私は、まあ、あの本当に絶望、心は死んでいました。 ね、このままでは殺されるっていう、もうこの落ち込んだ時思ったんですよ。で、私は地位も名誉も収入も捨てて、えー、退職をしました。まあ、売るはするにあり、まさしくその場面ですよね。えー、結果で、ね、死なせなくて済みましたけれども、毎年ね、えー、自殺がこの当時は3万人ぐらい亡くなっておりました。今はちょっと若干減りまして、2万ちょっと、2万半分ぐらいなんですけど、 またここ最近ちょっと増えてるので心配してます。まあ、でもね、実際自分一人で死んだんじゃなくて殺された刃物はい,いらぬってあるじゃないですか。心殺された人が僕は大半死んでるんだなと思っております。でね、実際にあのもう捨てるっていうことからね、もうベンツも売りに行きました。こんなら中古屋さんに、えー、実際ね、いくらで売れたと思いますか、これ。あの、 ベンツの430。これなんですけど、実際に売れたのは、1000万円が、えー、15万円、もう1店舗は0円ですよもう、ただでもですよって言われて、でも、あのー、15万円になりましたも。物って価値ないよなって思いましたよね、この時。だから物価の価値は落ちると思いましたよね。はい。あら、これおかしだった。はい。 まあそんなことでね、えー、いよいよロハス村が誕生したわけなんですね。はい、でね私、あのー、なんとかね、あのー、この人材派遣の解消をやめまして、すぐにロハス村を設立したわけなんです。あのビデオでも書きましたけど、で僕は今までの経験を生かしてね、本物を世の中に伝える仕事に巡り合って、希望が生まれました。 もしね、この希望というものがなくなっとったらね、本当に私は、えー、もう病んでたと思います。だからこれこそね、希望は心の太陽だっていうね、えー、これありますよね、実際にね。ですから、あのー、こういうふうにね、僕が生かされたね、希望をね、他の人にも分けたいと思いました。で、経理念も、露発村のね、経理念もこのように書きました。 ロハス村は健康や元気とともに、夢や希望のご提供をして、あなたの笑顔作りに役立ちますっていうふうにしたわけなんですよね。はい。だからロハス村設立から15周年、15年がきます、もうすぐ。えー、お金に関係なく、ワクワクすることをやってきました。もうね、真反対ですよ。あの前の人材派遣会社でね、やってきたことと違うことをやってみました。 で、お金は本当になかったです。なかったけれども、メーカーの人とかいろんな人に協力を得まして、150万円を、あのね、3.11。あの神戸の震災の時は僕は兵庫,兵庫県の友達にもう何にもすることができなかったんですよ。もう悔やんでもう、もう本当に悔やんでました。あの時、自分のことで精一杯だったんです。誰も助けることができませんでした。でね、えー、今回もね、 あの設立したばっかりでね、大変なんですよ。大変なんやけどね、あのー、やってみました。でね、えー、ここ、本物研究所の社長、佐野社長なんですけど、が手伝ってくれましてね、でこの小冊子、えー、これを250円で、2冊で500円で売りました。これを1枚、1冊1冊ね、手渡しで。 売ってくれたんです。あの、全国に広がる本物研究所の販売店が売ってくれまして、150万円を、えー、東日本大震災に寄付しました。これ、地球村の方にね、ボランティアさんに。まあ、そんなことをしたりですね。あと、ロハス村寺子屋とかね、500円で僕がね、学んだことのノウハウを毎月1回、えー、教えていきました。で、えー、ロハス村文庫、まあ、そんな、あのー、ね、 えー、体験談とかなんかも小冊子を作ったりということでロハズ村文庫を作りました、えーね。地球を30周回った元バスの運転手の、えー、便利屋さんっていう、えー、小早川さんの話なんかも作りました。まあそれとかねあと本物を科学県に広めようということでね伝えようという。うん 本物を加減に広めるため、えー、ロハス村オープンワールドっていうのも、えー、やりました。はい。そんなんとかね。あと、あのー、YouTube、YouTube、ね。YouTube も14年前に始まりまして、今、1900、あ、1290人、もうすぐ1300人になりますから、できたら皆さんね、えー、また登録しとっていただいて、えー、今、1731本なります。YouTuber 目指してます。 もうあとね、えー、あのー、登録者が1000人超えましたんで、あとは再生時間ということになります。はい。まあ、こんな形で、体を張って、エガちゃんのように、うがちゃんということで、えー、やりました。これ、これちょっとね、あのー、もう、東日本大震災を、じゃなくて、今回のコロナだ。コロナの時ね、エガちゃんがもう頑張ってたんでね、僕も、エガちゃんになって、コロナをやっつけろということで、えー、頑張りました。 はい。<laughs> そんなんとかね、バカなことばっかりやってるんですよ。それとか、アニメーション。アニメーションも作ってみました。はい。もう今、今、えー、個人がね、アニメーションを作れるような時代なんですよね。ですから、こういったアバターっていうのを作りましてね、えー、実際あのやってみたり、あとあの、ジャパネット高田。もう僕あの、テレビショッピングをやってます。YouTube でテレビショッピングやってます。この,あのアシスタント、石川さんね、 カナウさんは、えー、20歳の子です。僕が60歳。40歳違いのね、えー、女の子と一緒にですね、あのー、テレビショッピングなんかもやってます。あとの、親父から引き継いだ農業もやってます。はい。まあ、農業なんかね、えー、本当に赤字ばっかりなんですよね。えー、でも、なんとか先祖から引き継いだ、えー、田んぼですから残そうということで、それと去年から、えー、もう、あのー、潜在意識を活用したね、 僕は潜在意識でとらわれとったわけじゃないですか。倒産が怖いとかね、えー、またね、そういった、あのー、トラウマに、えー、やられとる経営者の方ってすごく多いんですよ。それで、結局僕なんか乗っ取られたりなんかするような、こんな雨になりましたけどね。えー、ですから、そういった潜在意識をね、えー、もっと違う意味の活用して、えー、小さな会社がね、成長するための土台作り、専門コンサルってということでやっております。はい。 あとね、今年からローカルヒーローヒロイン突撃インタビューっていうのをやり始めました。もうとにかくね、ローカルにはもう、あのー、もうすごい方がいらっしゃるんですよ。うん。あのー、例えばね、矢野商店っていう、この下の方の方ね、えー、まあ、あの、ちくわはちくわでも、プロテインをはめた筋肉つくちくわとかね、えー、あと、えー、自称おじさんなんかはグリーフケアっていうね、あのー、 人の悲しみをね、癒すようなお寺とか、えー、薬局でもね、あのー、もう薬が嫌いな薬剤師とかね、まあ、いろんな変わった人がいます、まあ。そういった方たちが地方を作っていくんじゃないかなということで、私はその地方の人に、えー、焦点を当てた、えー、ものをやっています。はい、あと、あのー、お金が先でなく、喜びが先無、まあ、こんなことをね、えー、ローカルヒーローヒロインインタビューとか、 えー、無料でやることが何,何度か仕事をやりました。無償でね、えー。その結果ね、働きはね、最上の喜びになったわけですよ。ただ、儲かってないのがたまに傷なんですけれどもあの、働くイコール金っていうふうに思ってたんだけれども、あの無償でね、やってみることによって、えー、働くってすごくね、あのー、楽しいなとかね。 人のためになることってすごく喜べることってすごく楽しいなって思えてきたんですよね。というのは、あの無料でなかったらからんことってあるんですよ。だから、まあのー、ちょっと甘く考え、あのなるかもしれんないんですけれども、あのー、働きってこれからあの70歳、もう100歳までの、あのーね、人生があるとしたらね、えー、その、 お金を稼ぐっていう時期もあると思うんですけれどもあの、世のため、人のために働くっていう、これなんか本当にね、最上の喜びだなと思うんですよね。ま,あ、まとめです。はい。もう一瞬にしてね、40分がこ来ようとしてるんですけれども、なんでうかそんなに楽しそうにね、働いとんやとかね、働き続けとんやっていうような、あの同級生が言われます。それはなんでかというと、諦められない理由があるんですよ、実は。 それはね、僕はね、もう本当に今話したのは、ほんの一部の失敗です。もうたくさんの失敗してきました。その失敗こそがね、みんなの役に立つんだというような、失敗のノウハウこそね、あの、もう自律神経も壊しました。もうそんなの、もう仕事しすぎても、あの、いかいようになりました。も、ま、う、あ、そんなふうな失敗がね、えー、みんなのね、えー、まあ、杖となり、足となるっていうような、 そんな風になるかなと思ったんですよね。それでね、失敗こそが宝物なんだ。と、そういう風に信じてます。15番ね、ちょうど、信ずればなり、売れれば崩れるですよ。だから、信じた人間は強いんですよ。だから、諦められない理由は、絶対これは人のためになるんやと思ったんですよね。だからこそ、こうやって変なもんを売りながらでもね、15年間続けてこれたんだなという風に思います。 もちろんね、家族がいたからこそ続けてこれたのはもう言うまでもありません。でも、もう年やからとかね、えー、今もう金がないから、金が、がやね、金、金がないからとかね、恥ずかしいからとかね、男やとか女やとかね、えー、嫌われたらどうしようとかね、そんなんもう言い訳しません。もうね、人生は有限です。人生は一度きりです。 で僕のね、人生こんなふうに思ってます。約90歳、100まではもあれかなと思って、まあ、90歳までは生きようと思ったんです。でね、今のこう見たらね、ちょっと学生時代が4分の1。ちょうど人材派遣をしとった時期が4分の1。で、ちょうどね、えー、時計回りしていくとね、あと45歳から僕、あのー、人材派遣いうかね、えー、このロハス村、やりだしたんですよ。で、これ、ね、4分の1だったら68。これぐらいまでが、 えー、老村やろうかなと思ってますそれからね、えー、このあと残りの4分の1、これがね、ちょうど老後とか老介護とか、こう来るんですよね。で、ここをね、なんとかは僕はもう少なくして、えー、田んぼとかね、えーあまあ、アートも好きなんですよ、美術部なんで。アートとかね、そんなことを今ちょっとこうやり始めてるとこなんですよね。68日になったからすぐ田んぼできるわけじゃないので。 えー、そのあたりを今60歳ですからちょうど60歳からこの後半一番最後のね、えー、仕事というかもう本当に今仕事は働きは最上の喜びって言えるこのあたりを満喫していきたいなと思ったんですよね人生は二毛作やと思っておりますまあそんなことで、えー、やりたいと思っておりまして、えー、ま社会人のね 前半は神の演劇で翻弄されました時もありました本当に、えー、もう自律神経壊したりもう人の裏切りに負ったりもう痛い目に遭い,いましてもうあのー、いやもうちょっと死のうかしらというようなそんなこともありましたまあそんな中でもね、えー、助けてくれたのが家族であり友人でありまたあの諦められない理由があったんですよね で、後半の人生は思い切りね、えー、人生の演劇を楽しんで、私の主役の人生を歩んでいます。はい。で、えー、人生には失敗はありません。もうここで皆さんに言いたいことは、あの、ぜひね、皆さんも主役になってなり,、えー、なりたい自分を演じて、ワクワクすることをね、諦めることなくやってみてください。結局それがね、17箇条に書かれていることだなというふうに思います。えー、人生は神の演劇。 その主役は己自身だっていうことで、えー、今日はあの最後までお聴きくださりありがとうございました、えー。これで終わります。ということでですね、えー、いかがだったでしょうか。これ約20分間だったかなと思うんですけれども、まあそんなことで、えー、今日は終わりたいと思います。それじゃさよならというか、さよなら えっと、どうしたらいいんだ。あ、ちょっと待ったよ。あ、間違った。